はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2 ことこちら、DMZ モードを遊んでいくんですけども、本日紹介するのが、まあ、いつもはね、こちら、派閥ミッションソロで受けて、まあ、めっちゃ難しかったよとか、ソロだったら注意してねとか、バグあるからこれ注意してね、みたいな形の、まあ、動画スタイルで、まあ、最終的には報酬を紹介して、まあ、みんな無料で獲得してね、みたいな流れなんですけど、本日紹介するのが、なんかね、ちょっとリスナーさんから、まあ、リクエストというか、なんか、海外の方がイースタイクの動画上げてましたよって報告受けて、そうなんだ、ぐらい流せたんですよ、最初。あるんだ、ぐらいなんですよ。ただね、その後にこちらブラックマウスのティア4までミッション進めるとですね、こんな形で鬼畜ミッションで黄金の頭蓋骨を13個納品せよっていうね、まあ、頭のおかしいミッションがありまして、これ黄金の頭蓋骨ね、知らない方向けに説明すると、まあ、グラボってあったじゃないですか、前紹介したんですけど、あれの1個下ぐらいの価値のアイテムでして、これをね13個届けないといけないんですよ。やばくないですか。基本的にこれ通常ドロップしません。金庫の中とサプライドロップの中から出てくるって報告しか今のところないんで、まあ、結構特殊条件で湧くやつなんですけど、これをね、13個なんですよ。あ、いや、頭おかしいやろっていう。これね、250レベルまで僕今、プレイヤーレベル上げたんですよ。ほぼほぼレベルマックスです。これやったんだけど、それでも、今まで、1個しか見たことない。ははははは。1個しかなくて、ツイッターに上げて、そんなのあるんですか、すげえみたいな形で盛り上がったんですよ。それをね、13個なんですよ。いや、頭おかしいやろっていう。お笑いや、みたいな。ってなってたら、なんかそのイースタイクのことを調べた結果、なんかね、黄金の頭蓋骨が手に入るらしいんですよ。で、一応その中で、厳密に言うと、黄金の頭蓋骨のなんか上位互換らしくて、なんかそれがほんと隠しアイテムなんだよね。だから関係ないんだけど、まあこれも何かの縁かなって思って、ちょっとイースタイクやりながら、まあこれ見つけられたらなと思います。で、一応ね、今ちょっとミッションの半分までやったんだけど、このイースタイクの、半分まで行った結果、いっぱい扉開けて、いっぱいいろんなこと探索したんだけど、やっぱ一個に見つかりません。はい。っていう形でね、どっかに格湧きというか、本当にまあ特殊条件で湧くアイテムなんで、ちょっとこれのコツ見つけない限りはね、結構きついと思うんでね。まあ皆さんこれ今後ミッションやる際は、今のうちにね、湧いてる場所、マッピングしたりだとかして、まあやってみてください。はい。ということで、ちょっと今回は趣旨が違いますが、まあイースタイク見ていきましょう。ということで、これからもですね、Call of Duty MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。はい。では早速こちら、沈没船の船長の貯蔵庫の鍵。はい。こちらを使ってですね、イースタイク確認していきましょう。さあ、海側でリスポーンしましたね。ありがとうございます。そしてバックパック大。幸先最高。さあ、船を取ったんで、これで向かいましょうか。場所は、はい、ここにある。え、まだ誰か一人行ってそう、これ。そこさ、通常湧きしなくない？はい、到着したんですが、おやややまあ、けど船長の鍵持ってないやろ、さすがに。ここの、よいしょと、ここですね。ロック、鍵が必要。開けます。オープン。おお、はい。たくさんの手書きの書き込みがある公的なものらしいやつ。これなんて読むんだろう。公開日記かな。船長の日誌、再起の書き込み。宝物は看板の下に保管されているが、従業員の一人が箱を開ける唯一の鍵を盗んで逃げてしまった。彼は郵便局の制服内容のものを着ていていた。はい。今は船は攻撃されており、船体が損なわれる前に広い水域に出られることを願うのみだ。この宝物は何とも厄介な事態をもたらしてくれたなってことで、はい。郵便局の制服内容のものを着ていたということで、まあ、多分郵便局にあんのかな。はい、ちょうど都合よくこちら郵便局の鍵と警備室の鍵があったので、まあこれでこの2つ持った状態でちょっとまあ見てみていきましょうか。はい、ということで、早速郵便局の方に参りましょうか。まあ一応ですね、郵便局は、はい、こちらの方にありまして、まあ結構ね敵硬いんですよ。普通にアーマー兵とか確か出てきたはずなんで、まあちょっとね、まあ、しっかりと最強武器とまでいかなくても、まあ、自分のお気に入りの武器とかで戦っていこうかなと思います。はい、ということでここに下ろして、ここから狙撃キングしていきましょう。え、どこだ。市街地にある郵便局を解除可能。これじゃない、市街地にある郵便警備室を解除可能。これだよね、ここか。あ、これ臭そう。違う。あ、鍵が壊れましたね、郵便局の。そう、これね、1個開けたら全部開けれるわけ。おー、あった、警備室。そう、1個開けたら、全部開けれますよ、じゃなくて、1個の扉につき1個だから、どこから開けるかを、こうマジ決めとかないとね。こういう形で、下の方で、反対のあっちの階で3個使っちゃったら、ここ開けれなかったんですよ。やばないっすか。残しててよかった。警備室を解除。オーケー、来たー。根の扉、扉閉めて。はぁ、折り紙の馬。まあ、これよくあるやつだね。コンピューターの中は特になし。ボックスも調べられない。ハードディスクが転がってる。うん。ハードディスク転がってんね。わあ、すげえ！ロックウッド !725 の、なんかカスタムされたやつがある。ミニパックのフルカスタマイズやって。こっちの方がええわ。で、これが、この中に、北運河の案内状解除か。あれ？これだけ？え、これ別に意味深なハードディスクじゃないもんね。ノート PC。ん？
え、別にここになんか書いてるわけでもないもんな。はあ、これ関係ないんかな、警備室のこれうんぬんかんぬん、郵便局うんぬんかんぬん言ってたけど、ごめんちょっとね攻略見ちゃったわ。はははは、ちょっと本当はね自力でなんとか頑張りたかったんだけど、攻略見ちゃいました。で見た結果なんか置いてないことがあるらしい。はははは、ふざけんなって感じだよね。そう、格分けじゃなくてたまにありますよみたいな感じらしいわ。いやだからこれを持った状態でここだったら別に郵便局入らなくていいから、2回か3回、まあまたちょっと次の機会とかでまあやってみるかって感じだよね。まあ結構難易度きついですねこれは。はい、ちょっとね鍵がなくなっちゃったんでね、こういった形でショップの方でね、鍵を買っていきましょう。うわー、びっくりした。さあ郵便局に着きました。まあ、今回ちょっと最短ルート通って確認していきましょうか。これでなかったらマジで泣く。だから最短ルート通んないともったいないよね、鍵が。よし、開けます。は、硬っ。ほら、大丈夫やね。この回はオールクリア。オープン！ GPU！ しかもなんか変なハンドガンマークなってるけど、グラボじゃないんだよ、お前。確かにレアアイテムなんだけど。あ、違うんだよ。これも違うんだよ。これのミッションを今受けてないんだよ、俺。うわー、これ、超めんどくさーい。これやばいね。重要文書とかもなんかもうめちゃくちゃ高いの置いてあるけど、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。まあ、特に今お金に困ってないんで、脱出します。待って今回さ、ちょっと、ガスマスクあるとはいえ、ねえこれ毒ガス入っちゃってますよ。え、この時即脱出した方がいいのかな。いや、まあ、いけるだけやってみるか。多分、そんなに大、食らわんやろ。だからなんだかんだこれがラストチャンスだからね、鍵の摩耗的に。もうこれで警備員のやつなくなっちゃうから、これで出なかったらもう終わりなんで、まあ肛門の虎、全門の狼、あれ違ったっけ、まあいいや。あれですよ。排水の陣ですよ。ことわざが出てこなかった。まあ、排水の陣のごときでね。おい、当たり判定ないぞ、ここ看板。看板のせいでこれ当たり判定なくなってる。やばない？ちょっとこれもう、運営、これ大ゾーンのマップやろ。これは直した方がいいぞ、運営さん。よし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 、いいよ。あー、まあ、プラスで補充できた。マルチより集中してる。はぁ？スタン攻撃とか、なし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 。頼む。もうこんだけね、もう難易度跳ね上がってますから、もうこれガスマスクも入手せないといけない状況で入ってますから、そりゃもう、ねえ、わかってますか？コールオブデューティーさん。頼むよ。これがラストチャンスやね。おらよ。いない。いない。よーし、オッケーオッケー。オールクリア。ほな、確認させていただきます。カム！あーい、50GS とか一番のゴミやんけ。ちょっと待って。まあ、一応アドバンス EV の高リアリティあるけどさ。これやばいなー。マジで積んだわ。あれ、何もありませんでした。待って、やった！市街地の鍵をさ、敵ちょっと参拝いたんだけど、市街地の鍵こいつ持ってましたわ。ということで、はい、こちら、ゲットしました。これぞ、タナボタ。さあ、ということで、まあ、3度目か4度目かの正直やっていきましょう。マジで頼むぞ。やっべ。まあ、ちょっと、敵が来る前に、行っちゃいましょう。オッケー。オールクリア。さあ、開けます。オープン！はい、ありません。なんかもう大体刺してたよ。お！あ、こっちか。いや、一応船つながりではあったんだけど、違うよなーっていう。え、マジで、つらみざわ？はい、ちょっとね、念のためこちら、先ほどゲットした鍵を使っていきましょう。ほう。おー！手書きのメモ。ほう。え？結局ここに行き着くわけ？まだ市街地の鍵ゲットしたんやけど。水兵から船長宛てのメモ。船長、彼の寝床でこれを見つけました。日射は傷んでましたが、可能の限り、判読してかな？書き写しました。この船、この海、二度と戻ってこないかもしれない。昔、昔、私たち二人は、七金だっけ？ものパンを丸々食べて満足した、あのガンガンという、火をつけたら私たち、私と、はぁ？そしてタラクへ向かうのだ！タラク？え、どういうこと？これ多分なんか違う、あれだな、イースタイグというか、こう、ストーリーですよね。いやけど、まあそこで鍵取れたのはなんかすごい因果関係感じますよね。まあ、GG。
はい、あれからですね、約10日経ちまして、こちら市街地にある郵便局の警備室の鍵集めてきました。いや、これがね、なかなかドロップしなくて、やっぱ救援物資とかからしか落ちないんですよ。 HVT のミッションでは落ちないので、まあそういったところをなかなか集めるのを運ゲーというか苦労しましたね。で、一応ね、フラグが立ってない可能性がありますので、もう一回ちょっと沈没船の、まあ、船長のところ行って開けて、でそのまま日帰りというか、そのまま直接で、こちら乗り込もうかなと思います。まあこれでもグーの音も出ないぐらい最高のフラグが立ってるわけですから、早速やっていこうかなと思います。ただやっぱ海外の動画見たんだけど、やっぱ4回で撮ってる人とか7回で撮ってる人とかいたんで、マジで運ゲーっぽい。うわー、ディスポン遠い。これこの鍵ドロップしたらマジで俺発狂するよ。よーし、到着。はい、ということで再度開けます。はい、変わらず、西がありますね。で、読む。はい、これで絶対フラグが立ちましたよね。よし、じゃあ今回もまたこの郵便局内ガスマスクの中なので、よいしょっと決まっていきましょう。さあ、まずはここオープン、そして2個目のガスマスクに行きます。何段？数段？はい、オールクリア。さあ、運命の警備室の鍵来い。なんて文章やねん。まあ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 、けどこれで一回フラグを立てられますからね、ちゃんと。うん、さあ戻りましょう。はい、これで無事脱出ですね。さあ、これで、日誌がちゃんとあることを確認して、もう一回このフラグを立てた状態でチャレンジしていきましょうか。はい、ちゃんとニューって出てますよね。はい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 、アイテムとしてちゃんとカウントされましたよと。あー、ディス最悪ですね。車が近くにほぼないパターンだ。多分あっち方向にバギーがあるはずだよね。はははは、もうやりすぎてさ、もうディスの位置とあと脇の内定予測ができてしまうっていうこの悲しみですよ。さあ、5、6回目のチャレンジ開けます。おー、びっくりした。開けます。オープン。なーんてないんやー、マジでないやん。え、これ本当にあんの？さあ、ではラストチャンス、ちょっと時間もないんでね、パパパっていっちゃいましょう。あ、おらへん。前は開ける。なんもない。やべ、ダメージ食らってる。機密文書ないよな、落ちてへんよな、どこにも。最悪。マジで？嘘やろ？ここまでめちゃくちゃ丁寧にフラグ立てしたけど、ないんやけど。はい、皆さん、やっとですね。やっとですね、長きにわたる戦いを終わらせまして、こちら、イースタイグの隠し場所、沈没船の泥棒の隠し場所の鍵、ゲットすることができました。ありがとうございます。はい、ということで、もう長かったですね。まあ、めちゃくちゃしんどかった。ちょっとね、腑に落ちないところがありまして、この、郵便局からゲットしたわけじゃなくて、なんと、サプライドロップからゲットしてしまったっていう、そうなんですよ。本当はね、これで撮りたかったんだけど、一応サプライドロップからも出ること確認できましたよってことで、よかったら皆さん、サプライドロップ見つけた際はぜひ獲得してください。っていうかさ、これ多分海外で情報出てないんだよね。だからサプライドロップから見つけたバージョンの動画の上げ方は、これが世界初ってことで、いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。ということで、早速、こちら、解除していきましょう。ディスポーン、これ、海辺やんけ。ナイスすぎ。でさ、これ見てほしいんだけど、見てほら、金色なんよ。枠が、レアリティなんよ、マックスの。鍵でさ、これやるのって、大体ランドマークのとこしかないはずなんだけど、まさかのね、何にもないところでこのマークがつくっていう、何もないところっていうか、通常のね、鍵部屋だけでこのマークがつくっていう、まあ、いかにレアかっていうのが、これで伺えますよね。まあ、けど、まあ、出てくれてすごい嬉しいんだけど、やっぱできればね、イースタイクだけで、ね、該当する場所だけで、取れるようなその謎解きでして欲しかったですよね。確率をもうちょっと上げて、さすがに確率渋すぎて、今回もうプレイ時間がエグすぎて救援物資から見つけてしまうっていうパワープレイの暴挙に出てしまいましたが、やはりね、イースタイクとしてはちゃんとそれで完結して欲しかったところあるし、何より降臨カードとかちょっと欲しいよね。多分これ何も手に入んないはずなんですよ、持って帰っても。まあ、一応今回ちゃんと回収するんだけど、まあ何も獲得ねできないはずだから、まあまあ記念品としてね、この動画を上げて、いやーこんなあったなぐらいでちょっと思い出として残していこうかなと思います。はい、ということでやってきました。これのね、なんか下らへんにあるらしいんだよね。まあ、まずちょっと船長のこれ開けましょうや。よし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 。で、ここの船体のなんか穴が開いてるところあるんよ、この事故の現場のところね。ここ、これ開けるじゃん。よし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 、回収した。とりあえずさあ、ちょっと敵が来る前に見ていきましょうか。いや、これでもうとりあえず動画 OK よ。これで仮に回収できなかったとしても、俺はもう動画化にするよ。これはもうちょっと日本語訳でもね、この情報まだ出てないからね。ラミネートされた書類、保護目的でラミネートされてる印刷された文章。はい、アイテム 23B、 アルバグラマイナー黄金の頭蓋骨、魔力を持つと考えられている。この頭蓋骨は黄金で作られており、はいはいはい、他の多くの黄金の頭蓋骨とは、見た目が、似ているものの、
外側に沿って施された象形文字が独特で、これを特に貴重なものにしている、象形文字の意味は不明でまだ調査が続いてるってことで、久々に聞いたな象形文字小学校以来だぜ。はい、ということで、こちらが骸骨となっております。アルバグラマイナー黄金の頭蓋骨、最高値段ですね。象形文字書いてある？書いてなくね。まあこれはデザインの使い回しなのかな。やったぜーということでね、こちらの泥棒の隠し場所、まあ、言ったらこれがあるせいで沈没してしまったって言われてるらしいんですよね。そうだから、これがある意味呪われた頭蓋骨だよねっていう、まあ、ここでも書いてありますけど、この宝物はなんとも厄介な事態をもたらしてくれたなーっていう、呪われた頭蓋骨。はい、実際僕もプレイ時間呪われるぐらいプレイしたんでね、はい、あながち間違いではないかなと思います。おらー、キルじゃー呪いに打ち勝ってやったぜ。これは本当は殺された方がオチ的に面白かったかもしれませんが、ちゃんと俺は生き残って回収してやりましたよ。さあ、特にまあ多分ないと思うんだけど、まあなんかあったらいいねってぐらいで持ち帰りましょう普通に、ラミネートされた書類は一応、あ、ニューってなってるわ。まあ、これでなんかまあ書類の、あれだよね、なんかボックスというかさ、なんかまあフラグ立ちとかになるのかな。まあけど、ドクロは何のフラグというか、こう、前触れもなくピュンってキャッシュに吸収されていきましたね。はい。ということで、以上がこちら DMZ となっております。まあ、特にね、降臨カードだとかその DMZ のなんか、やつとかもらえないとは思うんだけど、まあ、これそれっぽいなと思ったけど、こういうのもらえたらいいんだけどね。まあ、一応けど、まあ、自己満ですよってところで、ぜひぜひ皆さんこちらね、頑張って集めてみてください。はい。ということで、これからもですね、Call of Duty MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。